はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。12月の12日月曜日でございますね。10時45分午前中でございまして、日が照ってましてですね、千代田区はでも10度、この部屋はなんとか16度ですね。もうちょっと下がったら暖房ですね。はい。今日から市場も空いてまして、日経平均はマイナス74ですね。ほぼ動きなし。ドル円も 136.79 で、これはあんな動いてないですよね。はい。香港がちょっとだけ下がってますね。259。せっかくね、ゼロコロナ緩和してるのにね、もうちょっと上がりきってないなという感じですね。WTI、71.72 と、やや堅調ですかね。うん。やや堅調。はい。で、注目ドルウォンはですね、開けた途端に下がって、まあ下がったら大したことないですけどね、1311というあたりですね。はい。さて、本題は中国でございました。ロイターにこんな記事が出てまして、1分で読むって書いてありますね。これは今日の7時33分、中国北京ゼロコロナへの怒りから感染不安に、店舗休業で閑散、こうゼロコロナ嫌やって言って白紙白紙っていうやってましたけど、そこからですね、緩和されたら一転、大丈夫なん大丈夫なんっていう感じになって、もしかして感染したらどうしようとかってなってるわけですね。読みましょう。新型コロナウイルス関連規制が緩和された中国の首都北京では11日、市民の間で、感染への不安が広がる中、多くの店舗が休業し、閑散とした様子が見られた。もう逆にね、緩和されたらみんなちょっと遊びに行こうやって言って、飲みに行こうとかって、ご飯食べに行こうとかって、そうならへんのですかね。なんていうか、緩和されたら逆に大丈夫なんてなってるのが今の中国人でしょう。ちょっと予想された動きじゃないんですけどね。中国は7日各地で先月起きた抗議活動を受けて厳格なコロナ対策を緩和したが、北京などすでに感染が拡大していた都市では定期検査などのルール廃止後に経済活動が急減速した。なんでって言われてですね、従業員の感染で多くの事業者が休業を強いられているほか、感染リスクを警戒して外出を控える人も多いという。企画専門家、トン、ナンシャン、氏は、国営メディアに対し、複数の主要都市では数十万人が感染していると述べた。そうなん？こんなん言うてええの、国営メディアで。北京では市民の定期検査が廃止され、医療従事者などに対象が絞られたことから、公式発表の新規感染者数は急減。それはね、PCR 検査をですね、こう、頻繁にやらなくなったわけですから、当然陽性者も少なくなりますね。10日の市内新規感染者は1661人と、国による対策緩和発表前の6日、3974人から 42% 減少した。よかったよ、よかったよ。だが、実際の感染者数ははるかに多いと見られる。つまり PCR 検査をしていない、陽性者が多いということですね。通常なら多くの人でにぎわう日曜日の北京市内も11日は人出が少なく、朝陽区のショッピングモールは多くの飲食店や小売店が休業する中、閑散としていた。キャピタルエコノミクスのアジア担当チーフエコノミストマーク・ウィリアムズ氏は、ゼロコロナ政策からの移行で個人消費はいずれ正常化するが、感染リスクの高まりで対面型消費は経済再開後も数ヶ月抑制されるだろうと述べたと。これで終わってますね。緩和されたらね、みんな街に繰り出すのかと思ったら逆の現象が起きてるんですね。でしかも政府はね、オミクロンの場合重症化する率は 1% 未満というふうに広報してるんですよ。
なのに中国人たちは、いや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 、感染したらいやいやつって、街に出ていないわけですね。ということは、つまり中国人は政府の言うことを信用していないということですね。まあ確かにね、なんて言いますか、信用、気持ちはわかりますけどね。でもなんていうか、逆にこう経済がしぼむとい う, こう予想だにしなかった展開ですね。いやどうなるんでしょうかね。中国はですね、旧正月の国なんですね。で一応お正月の1月1日は休みみたいですけど、それよりか旧正月、大体2月の10日前後ですけども、今年で次は何日か知りませんけど、そこの前後でですね、都会に出てきてる人はですね、田舎に帰るんですよ。民族大移動が行われるんですけど、そこで感染が爆発するんちゃうかというふうに言われています。確か去年、一昨年もう、お前らその田舎帰んだとかいう、なんかそういうお達しが出てたような気もしますね。今年はどうなるんでしょうね。緩和されたんでね、その、どう言いますかね、また、市外から市内に入るというハードルは、うんと低くなったはずなんですよ。だから一回帰ったら、一回田舎に戻ったら、またもう上海とか北京に戻ってこらへんとかって、そういうことではなさそうなんですよね。だから、今年は大移動が起きるんちゃうか。でも大移動が起きたら起きたでですね、感染がギャッと拡大するんちゃうかと。まあでもそれも悪くないんちゃいますか。どっちみちね、集団免疫を持たなければですね、収まりませんからね、これ。まあワクチンやなんやかんや言うてもね、最後は人間の体力ですからね。だってワクチン4回も打たるような人がですね、ざらに感染してるでしょ。私みたいに1回も打ってないのが1回も感染してないんですか。感染してないというか、1回も PCR 受けてないから分からへんね、そんな。それから発熱はなかったですよ、この3年間。まあそんなんはいいんですけど。まあこれね、今のうちはね、この人も言うてありますけど、今のうちはみんなオスロやってますけど、そのうち戻るんちゃうんかなという気がします。戻ったら戻ったで感染者増えるんちゃうんかなという気もしますね。あと若干気になるのは PCR 検査っていうのはもうすでに利権化してしまったそうなんですよ。でこれ緩和したらですね、 PCR 検査で儲けてる業者がですね、あかんやんってなるわけでしょ。でもうあの国のスタイルとしては、あの PCR 検査と役所はガツッとこうくっついてるはずなんですよ。なんでその利権構造をどうやって崩すかっていう、 PCR 検査やっぱりやらなあかん方向に役所は持ってきたがるんちゃうんかなという気はしますけどね。もう何十兆円という産業になったそうですよ、その PCR 検査。それはね、国のサイズがでかいからね。だって14億の人間がですね、もう2日に1回か3日に1回受けてるわけでしょ、PCR を。それはすっごい利権になりますよね。当然利権の周りにはですね、あれですね、官僚、共産党員とか官僚たちがわーっと群がっていってですね、いっぱいいっぱいこう甘い汁を吸うわけだって。でもそれ全部ね、政府がお金出してたわけですよ。政府相当この PCR でお金使ったんちゃうかなと思いますけどね。いちいちお金出しておけませんからね、中国人は。いや、前は。まあ、せっかくゼロコロナ緩和したのにですね、街に人がいないという、僕らからするとようわからん現状で。我々であれば、今年から OK とか言うたら、あーってみんな行くやん、街に。そうでしょ。まあでも中国らしいっちゃらしいけど、全くこれは予想できなかったですね。まあそれだけ中国人の、政府や共産党に対する不信感が強いということの逆の表れですけども、それがまたでも感染の抑制につながってるのかもしれませんね。ほんでお店もね、休業してるってどういうことなのこれと。いや、店開けても儲からへんから閉めてんねんということなんでしょうけども、緩和してからもう1週間ぐらい経って、やっぱりそういう、こう、緩和してよかったと思ったら実は違ったということなんでしょうね、お店側もね。なんかこう、やっぱし、ちょっとお隣さんちゃうわ、中国もですね、もう僕らの感覚からすると、わけわからんことになりますね。
まあ、お隣さんたちもね、わけわからん時あるんですけど、まあ、所詮やっぱし、見かけは似てても、やっぱり外国人だという気は、いたしました。このロイターのページですね、一応貼らせていただきますんで、今全部読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。